エマヌエーレ・ビラレッディは、イタリアの男子バレーボール選手。セニガリア出身。ポジションは、ミドルブロッカー。元イタリア代表。1998年、セリエファルコナーライ入団。ジュニア代表として出場した2000年ジュニア、欧州選手権で準優勝を飾った。2002年に、地元のアンコーナーで1シーズンプレーした後、 深刻な健康上の問題により2003年から2年間活動を停止。2005年にセリエ A にノピネートで復帰し、ベロナを経て2007年にトレントへ移籍した。2008年イタリア代表のミドルブロッカーに選出。同年5月15日に行われたスペインとの親善試合で代表デビューを飾り、5月末日から日本で開催された。 北京オリンピック世界最終予選に出場。初戦の日本戦、第4セットでは18から24で日本が、マッチポイントという絶望的な状況でサーブを任されたが、彼のサービスエースなども含めて7連続ポイントで24から24に追いつき、当セットを35から33で奪い最終的に、セットカウント3から2での逆転勝ちに貢献した。 最終的に連続ベストブロッカー部門2位の活躍で2008年北京オリンピックに出場権獲得に貢献した2009年トレントの欧州チャンピオンズリーグ初優勝に貢献しベストサーバー賞を受賞世界クラブ選手権で初優勝2010年欧州チャンピオンズリーグでは2連覇を経験した2大会連続出場となった2012年8月の ロンドンオリンピックでは銅メダルを獲得した。ありがとうございます。